あ、え？あ、ゆっくりしていってね。前回のお姉ちゃん。お？ですね。クリア。熊は片付いた。ごきげんうるわしゅう、ゼミリアよ。ヒップホップな女、昨夜さんですな。誰だよ。見て見て、カバメントをかっこよくデコってみたの。サイトは必要なんですか？当たり前よ、かっこいいじゃない。そうでしたか、失礼いたしました。ちなみに今、なんか重要人物っぽいのを助けてるところよ。檻に入ってますけど人なんですかね。人だろうが豚だろうが、キングギドラだろうが私は助ける女よ。ぐへへ、素敵ですお嬢様。手をワキワキさせながら言うんじゃない。暴れた。くらえくらえ。頭切れと見せかけて、必殺腸内ミキサー。犬いる犬。向こう行っちゃいましたね。危ねえ。まだいるんだけど。クリア。お見事ですお嬢様。で、何するの？あ、この子味方なのね。おいでおいで、ブーマーちゃん。グングン、しばぐぞ。ひぃ。いいかな？よしよし、ぶっぽいブーマー。オッケー、ミッションクリア。人間の最良の友ですって。スリスリするな。私は人間じゃねえわ。って人間はあんたでしょうが昨夜。へえ、へえじゃねえよ。音楽が最初からクライマックスなんですが。ブーマー突っ込んできたのかもしれない。援護してあげないと。仕方ないわねえ。ん？バレてないのかしら？倒すぎちゃ。ちゃって、うるせえ簡単だよ。ファイヤー。ナイス火力。接近戦は私の領域よ。またキラキラしてますよ。お嬢様脱がないでください。うるせえ。キラー。クマが嫌がる。突っ放てばよいかと。悪くないわね。てめえもしゃがんか。おお、これがガバメント。おやすみ。意外と射程が長いんですね。さすがはショットガンといったところかしら。オッケー、いい感じに制圧完了。次はステルスも狙っていきたいところです。むむ、精進するわ。があるぞ。カモン、カモン、プリーズ、プリーズ、黙れ。お、やってるねー。出たな、我が高潔なる妹よ。皆さん、こんちは、セイキン TV の、セイキンです。おいやめろ。釣り楽しいでしょ。なんかね、やばいねこれ。私は狩りよりも釣りのが好きだな。お嬢様は鹿のドタマに矢をぶっ込む方が好きですよね。その言い方はやめてほしいと思った。レインボートラウト、22.27 ポンド、でかい。へえ、そんなアプリあるの。そうです、これでポンドをキログラムにしてもらうのです。だと 22.27 は？約10キログラムですね。へえ、結構な重さじゃないの。サイズに換算できないかね。調べまっする。うおぉ。23.22 ポンド、めっちゃでけえ。どうさくや、なんかわかった？この記事によるとですね、体重、グラム、0.0106 かける体長、センチ、の 3.008 乗、らしいです。日本語でオケ。ですから、先ほどお嬢様が釣ったニジマスは、お本、お、計算できた？わかりましたよ。46センチで計算すると、だいたい10キロになりましたので、お嬢様が先ほど釣られたのは、約46センチ、ということです。いやでかいな。厚みもあるからね。
いやーありがとう、昨夜。いえいえ、何のこれ引き。それじゃあ、他社は戻るよ。あら、そうなの。うっかりペネロペが始まっちゃうのさ。ああ、あんたペネロペ好きねー。楽しいよ。お姉ちゃんも見る？お、じゃあ録画しといて。やったー。お、お嬢様、場所が悪いのではないでしょうか？うん、なんかそんな気がしてきた。いいサイズね。9.4 キロくらいでしょうか。ほう。さて、いい加減進みましょうか。ですねー。ここは町かしら。フォールズエンドって書いてますね。そういえばさっきダッチが言ってたダッチ。とりあえず制圧すればいいんですよね。やってやらー。敵はどこかしらー。お、やってんねー。お、来るか来るか。しっかりと煽って行く。やべえ、車来たわ。数が多いわね。いてて。超反撃。やばいわ、囲まれてる。くらえ。逃げないとまずいですよ、これは。おらー、邪魔だ。ギリギリ。一人一人確実に倒した方が良さそうですね。間違いないわ。目の前のやつ蘇生されてるし。何度でも葬ってやるわ。しまった。後ろ警戒。リロディン。さすがに遠い？ですね。む、後ろにいますよ。こいつの出番よ。航空支援が向かってるそうです。やばいわね。とにかく地上を一掃しましょう。飛行ルートに出ないようにしないと。わったっか。とりあえずこの人解放しましょう。インカリン、インカリン。あのずっと死んでる野郎は何してるんすかね。あとあと。硬い。奥にはまだ敵がいるみたいね。慎重に行きましょう。きえー。お、今ロケットランチャーあった。やばやばやば。決勝、ナイスですお嬢様。ヤスらに航空支援よ。このロケットランチャーでぶち落としてやるわ。飛行機にやられる。機関銃で撃ち落として。ふぅ、クリア。置くのはちょっと遠いわね。オッケー、射程圏内。あの野郎だけですよ。当たんのこれ。そんなの気合ですよ。まさかの感情論。いてー、無理じゃん。なんか目標あるわね。対空兵器でもあるんでしょうか。あ、こいつで落とせと。無駄な労力使いましたねー。ま、これで廃クズにしてやれるわ。おらおら。完璧。何あれ、ストリップ？そんなお嬢様、そんなはしたない。鼻血垂らして何言ってんだ。主は涙を拭ってくださる。もはや死も悲しみも叫びも痛みもない。あなた方への計画があると主は言われた。災いではなく希望と繁栄を与える計画。神父様だったのか。牧師様かもしれませんよ。む、それは失礼。いや、私もどっちだか知らないですけど。それが良きものかどうかは一目見ればわかる。皆が噂しているぞ。
お前はこのバレエに訪れた初めてのゼナ。ちょっといい？落ちたらどうする？いけると思ったんだけどね。ほら、この人、ここに来た時最初に見つけた捕虜の人ですね。ああ、この女の人か。ああ、あんただったのね。私だ。ごめんなさい、気づかなくて。いろいろやってるのね。引っ越しも手伝ってくれたりする？エデンズゲートに取られたと思っていたよ。隠しておいた酒がなかったらフェアグレイブはおしまいだった。どっかで聞いたようなセリフですな。父のおかげよ。この町はいろいろあってた。感謝しているが。仲間を探してるんでしょ。でも本当のとこ、困ってる人はあなただけじゃない。私たちにできることは限られてる。お前が手を貸してくれるなら相応の礼をする。どうかな。ウェイ、喉が焼ける。あとはメアリーに聞け。私は大概教会にいる。ミッションコンプリート。敵の量も多い上に航空支援まで来るとは。恐ろしい勢力を持っているわね。黙っていないだろう。あ、お店に寄っていきましょう。もっと強く押し返してくる。ジョンは飛行機で空からお前を見つけようとし、武装車両で行く手を妨害してくるだろう。気をつけろ。あ、無理して。さっき拾った本によると、この辺に面白い魚がいるらしいわ。暗いのがちょっとあれですけど、明るい方が見やすくていいのよね。さ、気は弱いんですかね。ニジマス並みの抵抗は見られないわ。ウルトラウト。くらい。月の光を考えて釣ってみましょう。こいこい。ブルトラウトは、イワナの一種みたいですね。イワナなのね。ウィキによるとそうらしいです。はい。サイズはニジマスほどではないですね。確かに、意外と小さい。よいしょ。お嬢様、さっきのイワナ、35センチくらいあるみたいです。マジか。日本だと30はかなり大きい方ではないでしょうか。うーん、アメリカン。近くにまた釣り場があったから、ここでも釣るわよ。いい、何してるんですかお嬢様。いや、邪魔だなって。さあ、ほら食いつけ。ムカつくこいつ。まあまあ、仲良く釣りしましょうよ。ふん、やった。それを俺たちが台無しにしていると思うと。むん、気が強い。これはかなりのサイズなんじゃないですか。ふふ、観念しなさい。ほら食いつけ。人生を楽しむコツを教えてやろう。ぬぬぬ、引っ張られる。意味があればだが。ちっちゃ、やん、かわいらしい。2.27 ポンド。小さいのに力があるって、なんかいいわよね。まさに私のよう。このゴールデントラウトという魚は本当に美しいわ。よかったですねお嬢様。問題は左側から雑音が流れてきてることかしら。まあ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 。今回はここまでよ。ちょうどいいですからね。釣り会みたいになっちゃってないかしら。間違いなく釣り会ですね。おっふ。それじゃあみんな、またねー。ご視聴ありがとうございました。しれっと殺しましたね。何のことかしら。